サー・エドウィン・チャドウィックサー・エドウィン・チャドウィックは、イギリスの社会改革者である。主な仕事は、給品法と下水道、そして、公衆衛生の改革である。彼は、マンチェスターにほど近いロングサイトにて誕生した。収入のあてのないまま弁護士を開業したので、彼は、物書きで生計を立てようとしたが、ウェストミンスターレビューに掲載された随筆が、ジェレミ・ベンサムの気を引いたので、 ベンサムは物書きのアシスタントとして彼と契約し大きな遺産を残した。1832年、彼は旧品法法律委員会に抜擢され、1833年にはその全文を作成。またナスオー・イリアムシニアと協力して1834年の有名な救急品法の改革へとつながる報告を起草した。また、旧品法委員会において、 疾病の原因は貧困であり、それは生活環境の改善によって予防できるという旨を堅議した。これにより彼は公衆衛生の戦後時代における代表的な人物とされている。このほかチャドウィックは入念なレポートオンザサニタリーコンディションズオブザレイバーポピュレーションオブグレートブリテンによって公共歩道と公共庭園が 労働者階級の人々の健康と道徳に必要であると実例を挙げて報告している。こうしてチャドウィックの活動はベンサムの手法とベンサムがかつて考えた間接立法での提案をそのまま踏襲しているとし公共有歩道法案から1833年の公共歩道に関する特別委員会報告パーレメントリレポートオンパブリックウォークスオブ百三十三で ビート休息に対する国家的関心問題を議論している。また彼は労働組合の設立に貢献した。彼は政権の中央集権型システムを好んだ。後に彼は1834年の改革運動は彼の視点の拒絶により致命的に台無しとなったと主張した。彼の視点はあくまで観察官の保護活動委員会に管理される有給職による 旧品法の安度の管理を熟慮していた。1834年彼は旧品法委員会の長官に指名された。上層部は彼が最善であると考えた方法で、彼が大部分を起草した法律を施行したがらない。彼は上層部とうまくやることは難しいと気づき、その不一致は1847年の旧品法委員会の解散の一因となった。 チャドウィックの政治論争への貢献は、地方自治の原則により選ばれた代表ではなく、特定の地方下の訓練され、選ばれた専門家に任せるという彼の心情にあった。彼は、給品法と公式に関連があったが、トマス・サウスウッド・スミス医師と共同して、公衆衛生の質疑を取り上げた。彼らの努力は、公衆衛生の改善をもたらした。彼の労働人口の健康状態は、 歴史的文献である。こうして誕生したのが1848年の公衆衛生法で、労働者の生活状況を大幅に改善することとなった。この法律は、ロンドン以外を対象としており、公衆衛生に関する強い権限を有した保健委員会が設置され、チャドウィックは委員会が解体される1854年まで委員として活躍した。さらに、 彼は1848から1849年にロンドンのメトロポリタン下水道委員会の委員となった。その後彼は年金暮らしとなり残りの人生を公衆衛生と経済の質疑に捧げた。1884年1月チャドウィックは公衆衛生調査会の初代会長に就任した。1889年チャドウィックはナイトを授けられた。チャドウィックは サリーのイーストシーンで死滅するまで職務を全うした。チャドウィックの弟はただならぬ新聞記者かつ統計学の専門家として革新的仕事をしたことで野球の父として知られる競技記者の先駆者であるアンリ・チャドウィックである。過激派の新聞記者である父ジェームス・チャドウィック、母、姉妹と共にアメリカ合衆国へ移民したアンリ・チャドウィックは1938年に アメリカ野球伝道入りを果たした。チャドウィックによる正常な飲料水と公衆衛生の向上を推進を1854年にタイムズの論説は以下のように批判している。我々は押し付けの健康ではなく、これらの感染を選ぶ労働人口の健康状態、チャータードインスティチュート・オブ・エンバイロメンタル・ヘルス、ハット BMJ2320。 1482ビラファイドフォータカリングタバコありがとうございます。